今錦の森キャンプ場に向かってますね。天気予報じゃね、向こうの方ね、めちゃくちゃ雪が降っているらしいんですよね。しかも35年に一度のなんかめちゃくちゃ強い寒波が来ているらしいんですよ。冬将軍ですよね。心配ですけどね。かなりなんかツイッターとかを見てると車がめちゃくちゃスタックしているらしいんですよね。めっちゃ不安やけど気をつけて向かってみますね。うわぁ、さっきまでとは打って変わってめちゃくちゃ雪やこれ。嘘みたい。最悪や、通行止め、降りなあかんか。あ、もう通行止めでね、降ろされちゃいました。ここ見てたらすげえ雪めちゃくちゃ積もってる。びっくりやわこれ。道幅もね、雪で狭くなってますね。さあ今からは気をつけて走っていきますね。めちゃくちゃ黒や、めちゃくちゃ黒です。ボッコボコ。これもう雪国あるあるっすわこれ。案外渋滞じゃないけど混んどるな。連なっとる、めちゃくちゃ連なっとる。やばい、渋滞にはまりましたね。これやばいわ。せめて日が出てるうちにねテント立てちゃいたいよ。日が落ちてからテント立てるのはつらいよこれ。うわスタックしたんかなこれ。あ、なんかちゃんと来てくれとるわ。両サイドも車の高さぐらい雪積もってますねこれ。ガッタガタ。しかもめっちゃ時間かかってるんですよさっきからね。やっぱゆっくりゆっくり進むから。あ、中島でも行くんかな。ダイナランドかな。この人らはダイナランドです。羨ましいね。あれ橋じゃねえ、あれ止まってる。何これ、なんじゃい。次は何や、先から関門だらけ。あ、どうしたんやろこれ。スタックしとんかな、この3台。わ、違う方向向いとる、あの子、あの車。左方向です。しかも外人あれ。あ、またこれスタックしとるな、これかわいそうに。これつらいんよこれ。なんでやるなこれ。え、今のノーマルじゃなかった今のタイヤ。そらそうやわ、そらあかんわ。車埋まっとるここ。
て、車が埋まってる。びっくり。すげえ。何があるかな思ったら車埋まってたで、今。マジで。ほら、向こう側かな。ここもでも滝やろ。滝凍っとる。すげえ。昼から高原まで来た。時間かかるわ。おんまつれ。これもうストレスとの戦い。うわ、すっげえ雪積んどるな、これ。駐車場の雪これ集めてここに積んどんやろな、これ。これ案外時間がかかってるから、着いた頃にはね、これ火が暮れてそうですね、もう。もう真っ暗い中で、雪かきですわ。これ辛すぎやわ。もうちょっとした修行やわこれ。でもなんだかね、夕方になってから本格的に降り始めだしたな、これ。雪が本降りになってきたよ、これ。もうどこまでついてないんや、これ。いける、これ。道の駅入ってええんかな、これ。ああ、いけるいけるいける、よかった。道の駅でちょっとトイレします。ああ、こっからやわ、やばいのは。なんかめちゃくちゃ狭くなった。何これ、これどうやってかわすん、これよ。これびっくりやな、ちょっと。これかわされへんやん、これ。もし来たら、これしかも長いし、かなり。これどうやってかわせばええん、これ。ちょっと聞きたいわ、俺。作ってほしいな、ほんまに。避けるところまで、避けるところまでの時間が長すぎる。時間っていうか距離が。これずっとバックしていけって言われたら辛いですよ、これ。これずっとバックすんの、あれ。あ、ここにでも避けるとこあるんじゃない、ちょっと。ある。とりあえず着いたんですけど、さっきの一本道ですよね。一本道、明日もしお客さんが来るとなったら
ガチンコするから、あれ帰れんようになるかもしれないんですよね。めっちゃそれが心配なんですよ。ちょっとね、店員さんと話してどんな感じか今日泊まるかどうか決めますね。もしかしたらこのまま帰った方がいいかもしれませんね。あっこでガチンコが1台1台でガチンコしとったらいいけど、2台3台でガチンコが連なったらね、バック大変なるからな。あれどうなのそれ。